いいから立って、急いで逃げなさい。はい。切っても切っても出てくる。そんなこと言われなくても分かってるわよ。っていうか近づかないで。空気感染で妊娠したらどうするのよ。それが必要ないって言ってるのよ。ミツルギたちのところに行ってあげなさいよ。その方が彼女たちは力を発揮できるんでしょ。マガツキだって化け物でしょ。化け物退治は慣れてるっての。大体あなたが近くにいると集中できなくて、そっちの方が。どこに隠れてたか知らないけど、よくもやってくれたわね。獅子の武女たる鷹神の舞姫がたたえたてまつる極光の円空、高価の麒麟、祖は天学と強雷をすべ噴煙をまといて妖霊名器をいつら抜く者なり。はあ、舞姫の神髄は呪詛と暗殺。本気を出せばこんなもの。こんなの大した傷じゃないわよ。それより他の御剣の応援に行きま。何よ、ちょっと転びかけただけじゃない。今のたまたまなんだから。私のことはいいから先に行きなさい。まだ戦ってる御剣がいるかもしれないでしょ。そんなこと言って、万が一何かあったら。信用してるのね、彼女たちのこと。ならいいんだけど。言いたくないし、正直ちょっと嬉しいというか。違うわよ。あなたに抱きしめられた上、キスされる1秒前って状況なんだけど、これが大丈夫に見える？いいわよ。いいから早くそこをどきなさい。いや、かばってくれたことには礼を言うわ。でもノーカウント。こんなのノーカウントなんだからね。